今日こちらでございます。 iPhone 格安 SIM ついにようやくデビューいたします。はい、こちらでございます。ドーン、ビッグローブ変更していきます。さあ、ということで気を取り直していきましょう。ですね、この SIM セットには横にね iPhone の場合 SIM 刺さってますけども、これを開けるためのピンはついてなさそうです。なので以前の、まあ以前のというかこれのね箱の中にはピンが入ってるはずなんでそれでいいんですけども、なぜかね取ってきたのはね iPhone 5S の箱でした。じゃあここからねちょっとピンを調達しまして、でですね、すでにこいつは SIM ロック解除しておりますんで大丈夫。この MNP 開通を押します。それで MNP 開通手続きお申し込みというのが出てきますので、お申し込みを確定します。これ押した時点で多分ソフトバンクが解約になっちゃいます。 OK、 申し込み確定。はい、お申し込みが完了しましたと出ました。はい、これ来ました。今 iPhone はアクティベートされていませんという状況になりました。ということは多分これでもソフトバンクがダメになってこいつが生きてきてるはずです。じゃあ入れ替えよう。一回電源切った方がいいね。あ、圏外になってる。ちょっと見えるかどうかあれだけど、ここがねもう圏外になりました。ということでソフトバンクの SIM が今刺さってますけども、これもう使えない。なので一回電源切ります。もうちょっとなんかこう手数踏むんだと思ったら一発ポンって押しただけで終了でしたね。でここに至るまでにね結構いろんなことがあるんですけど、これねちょっと後で流れ説明しますね。まずはこの切り替えを成功させるというところに行きますね。なんだかな、なんだかな、動画の構成も何も考えてなかったな。あ、これですね、ありました。こちらでございます。これがビッグローブの音声 SIM。 はい、こっち番号書いてないんでまあ大丈夫でしょう。裏側には番号が書いてあって、あと私の電話番号も書いてありますので、まあこれで間違いないですねということが確認できます。これはマルチサイズ SIM カードっていうものになるんで、端末によって切るところが違うよっていう形になってますね。ナノ SIM の分だけ切り取ります。 お取れた、意外と簡単に取れた。あんまりこれよろしくないんだろうけど手で持っちゃうね。はい、でこいつを入れ替えますよと。横について、横の穴ね、横の穴にぶっ刺しますと。あ、こっちやばい。これね、ちっちゃい SIM が入ってますんで、これを取ってこっちに入れ替える。はいはい、これで電源を入れます。入りましたよ。あ、来た。パスコードを入力してください。で今ここは検索中ってなって、その後圏外になりましたね。これが変わるのかな。あ、来た。何なんだ。お見にくいけど、ちょっと背景があれで見にくいけど、ビッグローブ 4G になってますね。おお、なるほど、ビッグローブって出るんだ。 au って出ると思ってた。これで入りました。ビッグローブ SIM になっております。通信ができるかどうか試してみましょう。 Wi-Fi 切って YouTube 開いてみましょうか。あ、来てますね。アプリが開いた。そうですね、アプリが開くんですね。ただ開きました。しっかり来ております。あ、今メールも来ましたね、 LINE も来ましたね。ということでこれで大丈夫ですね。ビッグローブ回線開通でございます。できた。ちょっとね、ちょっと慌ただしかったけれども、なんとか今変更が完了してどんどん通知が来ております、いろいろ。はい、ということで今無事に開通はいたしました。ここまでの道のりを今からご説明したいと思います。はい、ということでございまして、着替えてきましたよ。まあ今回ね、格安 SIM ビッグローブモバイルに変更したわけなんですけども、その手順がね、初めての方はやっぱりね、どうやってやるのかっていうのがね気になるかと思いますのでね、私の手順をご説明したいと思います。で僕もね初めてで、今までちゃんと調べたことがなかったんですけども、ちょっと調べまして、まず手順としてはですね、私の iPhone、こちらはソフトバンクの契約でございました。で、もともとソフトバンクで買ったものになるので、ソフトバンクの SIM ロックがかかった状態の iPhone でございます。なので、まずは SIM ロックっていうのを解除しないとダメなんですね。ソフトバンク、ドコモ、au、三大キャリアと呼ばれるもので購入したスマートフォンなどは SIM ロックっていうのがかかっちゃってて、そのキャリアでしか使えないんですよね。例えば今、私ビッグローブにしたんですけど、じゃなくて例えば、LINE モバイルかとかマイネオとかもそうなのかな、ソフトバンク系の、回線を借りて
運営している格安 SIM であれば SIM ロックっていうのは解除しなくて大丈夫です。要はその3大キャリアの回線に合った端末を使いましょうというのが元々だったんですが、今はそれも緩和されてですね、むしろこれを解除しなさいというふうに今の流れはなってますので、解除できるようになってるんですね。でただしまあいろいろ条件がありますので、そのあたり、ちょっとあれなんですけども、買ってからですね100日とか、そういう期限でねちょっと SIM ロック解除できるできないっていうのもあったりするので、その辺もちょっと皆さんお調べください。で私の場合はもうこれ買ってね、3年4年ぐらい経ってますんで、全然期限的には大丈夫でございました。でじゃあどうするのかっていうと、 SIM ロックの解除自体はですねネットですぐ申し込めます。でネットでやるとなんと無料でできちゃいます。でこれをショップに持ち込んで SIM ロック解除してくださいっていうのをやると3000円かかります。3000円ちょっと高いよね。3000円ちょっと高い。もう自分でやった方が全然楽です。自分でやる場合ネットで申し込みだから、まあそのまま申請したらすぐなんのかなと思いきや、ちょっとね手順があるんです。まあ iPhone の場合なんですけど、僕 iPhone なのでちょっと iPhone しかやってないので iPhone のことしか調べてないんで、他の Android とかの方は申し訳ない、自分でちょっとお調べください。まあ似たような感じだと思うんで、で iPhone の場合はですね、まずバックアップを取ってください。バックアップ、パソコンにバックアップとか iCloud にバックアップとかいろいろあるとは思うんですけど、まあパソコンにバックアップが一番間違いない。 iTunes を落としてバックアップを取ってください。でバックアップを取ったら、マイソフトバンク、まあ僕の場合はソフトバンクだったんでマイソフトバンクに行って、SIM ロック解除っていうところがあるので、そこでポチッと押します。その手続き自体はね、ほんと一瞬押したら SIM ロック解除の手続きが整いましたみたいな画面が出るんで、その画面が出たら iPhone を一回初期化します。で初期化して再度復元をすると SIM ロックが解除された状態になります。そう、嫁がねドコモ回線だったので、嫁の SIM を借りて差し込んでドコモ回線ちゃんと認識するのを確認いたしまして、 SIM ロック無事に解除となりました。でこれがもうどこのキャリアでも使える携帯になったということになるんですよね。でその時の注意点としては、バックアップと復元にやっぱり時間かかるんで、初めてされる方、急いでる時にはやらない方がいい。ちょっと時間に余裕を持ってバックアップと復元やってみてください。これがまず SIM ロック解除の手順です。次、 SIM ロックが解除できたら、次はですねキャリアの方にね電話番号をもし引き継ぐ場合ですけど、ナンバーポータビリティの申請を出してください。予約番号取得というやつになります。ナンバーポータビリティの予約番号っていうのを、今まで契約してたキャリアの方に電話するなり、ネットでも申し込みができます。このどちらかで予約番号というものをもらってください。でその予約番号を持って格安 SIM 側のキャリアというかメーカーに申し込みをします。でその番号と自分の、まあそれぞれいろんな個人情報、お名前とか連絡がつくメールアドレスとか、そういうのを登録していきます。でこのメールアドレスの登録が、今使ってるキャリアのメールアドレスにしちゃうとキャリアが切り替わった瞬間に届かなくなっちゃうので、別のフリーアドレスとかをね用意した方がいいです。で今後も新しく契約する格安 SIM のキャリアによってはアドレスをもらえるところもあったり、もらえないところもあるんですよ。なので先にもうこの時点で、フリーのアドレスを取得してください。 Gmail だとか Yahoo メールだとか何でもいいとは思うんですけど、そのアドレスを登録して、ナンバーポータビリティの予約番号と、まあ、名前とか電話番号とかサイトに入力して申し込みをするんですね。で基本的には MVNO 格安 SIM の業者っていうのは全部ほとんどネットです。だから格安なんですけどね、申し込みをしますと 2,3 日で、まあ、SIM が届くという話になるんですけども、この時点ではあくまでまだ申し込みの時点なので、これが開通日ではないですし、これが開始日でもないです。なのであくまで SIM を契約するよっていう前提です。前提なので今回ね、僕ビッグローブにしたんですけど、ビッグローブのキャンペーンっていうのが9月末だったんですよ。9月末までのキャンペーン、結構いろんな格安 SIM の業者さん1ヶ月目は0円っていうところが多いんですけど、この0円はあくまで開通日からとなるので、今回言ったように9月末に申し込んだらキャンペーン自体は申し込み日を基準にするのでキャンペーンは受けれた。で次開通までにちょっとその SIM が届くまで時間があるから、 SIM が届いたのは僕10月だったので、10月で手続きしたのが10月、なので10月の1ヶ月間は無料。まあ、キャンペーンがね、いつだったかっていうところにも寄ってくると思うので、その辺も気をつけてください。で、2、3日経つと、その SIM が届きますので、そっからは先ほどの
流れです。先ほど前回前回の動画からこの動画の前半部分の流れになります。なので簡単に言うと SIM 到着しました、そしたら、そこまで行ったら、新しい格安 SIM のサイトに行って、そこのサイトでナンバーポータビリティの開通申し込みをします。開通申し込みをしたら端末の SIM を新しいものに差し替えてください。で、差し替えてしばらくするとここのソフトバンクならソフトバンク、ドコモならドコモって出てたところが格安 SIM の名前に変わるはずです。で、場合によってはね、格安 SIM の業者の名前じゃなくてその使用している回線の名前になる場合もあるらしいので、だから例えばドコモ系列だったらドコモとか、ソフトバンク系列だったらソフトバンクっていう風に出る可能性はありますけども、その辺はまあちょっとやってみてください。まあ差し替えた後にそれが出てちゃんと電波がついていれば、で通信ができれば、間違いなくもう切り替わりは終わってます。はい、これで無事に開通となります。まあこんな流れなんで、まあ、僕も結構ややこしいかなと思いながらもやってみたら、まあやってみたらあとは簡単だったなと後で思える感じぐらいのもんでございます。だからぜひね、二の足踏んでる方はねやってみてください。はい、でね、ここでもう一個注意点、僕の場合はだった注意点があるので、それをお話しましょう。さあ、ということでこっからはね、ちょっと限定された情報にはなりますけども、ソフトバンクの方でソフトバンク光を使っている場合、もしかしたらドコモとドコモ光で一緒に使っててっていう場合に適用されるのかもしれないんですけども、家のネットが今私ソフトバンク光なんですけども、と携帯電話ソフトバンクにしているとおうち割っていう割引が効くようになるんですよね。これがですね、かなりちょっと裏でね、いろんなことがあるようで、調べてね、ここにたどり着いて本当に良かった。危ないとこだった、まあ、危ないって言っても1000円ぐらいね、ちょっと支払いが増えるっていうものなんですけどね。これ何が引っかかったのかっていうとですね、ソフトバンク光の方にルーターレンタルっていうのがまあついちゃうんですよね、そのおうち割りをするために。で、ルーターのレンタルとあと外で使える Wi-Fi の契約っていうのがセットになってるんですよ。で、そのセットになってるそこの部分の料金っていうのがかかるわけなんですけども、それがおうち割りありきで安くなってるんです。おうち割りがなくなるとここの値段が上がるんですよ。1000円ぐらいアップしちゃうの。危ないよね、これはね。本当にちょっとよく説明していただきたい部分だと思います。なので、このルーターの部分を解約しました、私。で、ルーターはレンタルということになるので、これ解約すればもちろんお返ししなければいけません。で、お返ししたらじゃあどうなるのかっていうと、家にもし Wi-Fi ルーター、別途、まあ今ルーターね、別のルーターがもしある方は解約しちゃった方がお得でございます。さあ、ということでね、今回はこう説明会となりましたけどもね、ダダダダダダッと説明をいたしました。まあ今僕もね、今変えたばっかりだから、ちょっと使ってみてどうかっていうところはまたおいおい出そうかなとは思いますけども、その YouTube のね、見放題になる、カウントフリーになる、その辺がどれぐらい使えるのかなっていうのをね、ぜひ検証というか、まあ皆さんにもお知らせしたいと思います。参考にしてみてください。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、格安 SIM に変えた時のお話でございます。楽しんでいきたいと思います。それでは皆さん、じゃあの